連日熱戦が続いている、今年は丸亀で開催のボートレースメモリアル、特に今日はやはり4日目予選最終日というところ、勝負がけ、手に汗握る熱戦、激戦が続いています。水面上は第10レース予選競争です。1号艇山口剛、2号艇佐田松幸、3号艇石野隆之、4号艇宇龍正義、5号艇森高一馬、6号艇関弘也、以上6名の対戦です。定番通りの進入です。インコースから1号艇山口剛です。勝負がけの陰線、4着ですと得点率 6.17 となっています。ただここはしっかりものにして予選突破、頭角ランプ灯しておきたい1号艇山口。2コース前半5コースから角まくっての勝利でした。大敗禁物の2号艇佐田松幸、3コースには3号艇石野隆之、角の4コース4号艇宇龍正義、5コース5号艇森高一馬、いずれもこれも勝負がけとなります。10レース、そして最後と6コースは6号艇関弘也となっています。定番通りの3対3です。第10レース予選競争、進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコース3コース、そして5コース1号艇3号艇5号艇好タイミング、スタート後出ていく、まずは3号艇石野が攻めていく、4号艇ウリが狙いすましてのまくり出し、内側から5号艇森高もついて向こう上目に入ります。先頭争いですが、わずかにまくり出していた4号艇ウリが優勢か、いやしかし内側から5号艇森高が接近となっています。外から3号艇石野も追走。10レース、スタートは正常です。1周に巻く、しかし先手は4号艇ウリュウ、内側突くか、5号艇森田がその外から3号艇石野、内側からさらに1号艇6号艇旋回となっています。先頭まずはリードを取ったのは4号艇ウリュウ、そして2番手ですが5号艇森田が優勢、3番手1号艇3号艇こちらは並走状態。レースは2周目1マークです。先頭は4号艇ウリュウ、そして2番手内側から最短コース回ってくる1号艇山口、冷静にさばいたのは5号艇森田が、さらには3号艇石野も差し込んでいきます。2番手一気にリードは5号艇森高、そして3番手3号艇1号艇ラップ状態です。内側から3号艇石野、外から1号艇山口、レースはこれより2周にマーク。上位2艇は4番5番3番手争い、3号艇石野がここはやや1号艇を牽制しながら旋回、3番手単独一気にここはリードを取っています。上位体系は4番5番3番の体制で最終周回へと落ちます。スタートは3号艇石野がトップタイミングでしたけれども、1周1マーク見事に展開捉えていきました。先頭4号艇ウリュウ、そして2番手は地元5号艇森高、3番手に3号艇石野となっています。バックに入って上位3艇4番5番3番の体制です。第10レースを勝ちましたウリュウ正義選手です。どうぞ。お疲れ様です。おかけいただきましょう。ありがとうございます。もう4回も来ていただきまして、常連様でございます。いやもう恵まれですね完全な、はい、ではこちらのね、はい、一番あの亀丸さんをお渡しいたします。では早速レースを見ながらお話を聞いていきましょう。ちょっと風はありましたか？追ってました？いやちょっと向かってたような気はしましたけどね。今また追ってますね。ちょっと不安定な感じですかね。はい、はい、ウリュウ選手4コースからのスタートでした、はい。まあ、3コースの、ね、石野選手が、はい、いいタイミングで攻めていってというところになりまして、はい、あのいい後輩を持って光栄です、はい、捉えました今日も。そうですね、もう今節ずっと、先攻めしてくれるので内側がちょっと展開に恵まれてますね、はい、ね、もう長い間選手生活があると思いますが、はい、こういう流れの時もありますよね。そうですね、まあ、あの本当なんでしょう、まあ、こういう展開に恵まれているのも、うん、まあ、おごらずいきたいと思います、はい、前半レースが、はいはい、ちょっと大きな着になりました、うん、あのレースはどう振り返りますか？そうですね、まあ、ちょっと自分で攻めたらね6着だったのでこういう展開に、はい、恵まれました今回は本当に。あの仕上がり面でのその前半と後半の安定板もついてない、はい、ついてるありましたけれども差っていうのはあったんですか？ついてない方が、はい、安心感って言いますか、はい、そういう安定はしてると思います、ね、それでも今節4勝目ということで、はい、ね、活躍を見せていただいております。ポイント 7.17 で終了となりまして、うん、はい、まあ、準優勝戦進出に、ね、なりそうですが、準優に向けて何かこう作業だったりやっておきたいことってありますか？うん、まあ、プロペラ
ちょっと叩くぐらいだと思います、うんうんまあ、これだけね状況変わっての中ですからもうそこしっかり合わせるのが第一。そうですね、まあ、今本当またずれたんですけど、まあ、試運転ではいいところもあるので、はい、合ってくれればいいと思います、うん、引き寄せてきた流れをしっかりまた準優勝戦でも、はいはい、期待してます。結果で、はい、期待してます。こちらが期待しております。はい、はい、頑張ります。ではもう一言いただきたいと思います。はい、本当今日もありがとうございました。また明日も、まあ明日どうなるか分かりませんけど、レース一生懸命走ります。よろしくお願いいたします。ご期待ください。それでは今日もカメラさんに頂戴します。今節4枚目のカメラさん、ウリュウとひらがなで入れていただきました。最後カメラポーズ。ありがとうございます。代表レース予選の競争成績です。1着4番宇龍正義、2着5番森高一馬、3着3番石野孝之、